ポルトゥゲスは、ポルトガル原産のサイトハウンド犬種である。英語風に、ポデンゴ・ポーチュギース、ポーチュギース・ポデンゴなどとも呼ぶ。ラージ、ミディアム、スモールの3サイズがあり、毛並みも、スムースヘアとワイヤーヘアの2種がある。一説では、紀元前10世紀に、フェニキア人がポルトガルに持ち込んだ猟犬が先祖とされる。また、流入したグレーハウンド系の犬と土着の犬との、 考察から生まれたとも言う。サイズごとに、目的の違う狩猟に使われ、クランデは、見通しの良い平地でのイノシシやシカといった、大型哺乳類の量、メディオは、見通しの悪い場所でのウサギやキツネ、アナグマ等の量、ペケーノは、テリアと同様に巣穴に潜ってのウサギ狩りやネズミ駆除に、使用される。15世紀には、 クリストファー・コロンブスの航海に伝染病を媒介するネズミを駆除するための小型のポデンゴが同行したと言われる。1902年にドッグショーに登場し、1954年には国際地区県連盟に県主標準が認められた。さらに、1978年に3サイズに分ける標準の改定がなされた。現在はポルトガルで約5000頭の登録があるが、 メディオの人気が高く、グランでは飼育頭数が少ない。ペケーノはペットとしても人気がある。また、ワイヤーコートの個体がアメリカ映画で野来の役に使われることもある。ペケ系のサイトハウンド犬種であるため、俊足で機動性が高い。マズル、首、足、胴、尾が長い。筋肉質で引き締まった体つきで、耳はろうそく耳でピンと立っていて、尾は、 飾り毛のあるサーベル型のタレオである。グランデは、体高55から70センチメートル、体重20から30キログラムの大型犬で、パワフルさとスタミナを合わせ持つ。メディオは、体高39から54センチメートル、体重16から20キログラムの中型犬で、特に、スピードと機動性が高い。で、ケーノは、 体高20から30センチメートル、体重4から6キログラムの小型犬で、小型化が進んだために、メディオの持つスピードは失ったが、家庭犬として人気がある。コートは滑らかで短いスムースタイプのものと、固くやや長いラフタイプの2種類がある。毛色は、イエローやフォーンの多様な色調が認められ、白のマークがあるものもある。性格は、主人家族に忠実で優しく、 明るく温厚である。ありがとうございます。